今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。森永さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今朝は冷えてますよね。ねえ、なんか寒いと思って、はい、まあ、玄関開けたらなんかいつもよりすごく明るくて、日が伸びたなっていう印象とともに、なんかやたら寒いなっていう印象を受けましたね。今朝私手袋してきたくらいです。あ、本当ですか。あとあの、ね、首のところにこうマフラーだとちょっと持って帰るのが面倒くさいから、まあ、首だけの、ね、ネックウォーマーみたいな、ネックウォーマーこれをあの持ってきて、まあ、それでちょうどよかったわなんていうふうに感じました。今朝あの、まあ、このところ新入社員とのどうも飲み会が多いみたいで、はいはい、今朝も7人ぐらい、女性1人あと男性6人がね、風も強くて寒いなんて言いながら午前3時ごろ突っ走ってましたね。元気です ね、 ねえ、カラオケかなんかやってたんでしょうね。いやでもすごいと思うのが社会人成り立てですよね。はい、成り立てでしょうね。よくそんな金曜の夜でもない時に、明け方まで飲み明かして、だからおそらく先輩と何か新入社員なのかね、わからないですけども、なるほどね。まあ、好きならいいですけどね、はい、付き合いとかでやってたら、いや早々に社会の試練を本当だ、いい迷惑ですよね。帰りたいんだけども、まあしょうがないかと、入社したてだしと、まあ、それに耐えるのが、はい、サラリーマンってやつかって早速学んでるのかもしれないです。初めての試練ですか。はい、さて、日本時間の昨日ドジャース大谷翔平選手が2番 DH で先発出場、7回の第4打席に今シーズン3号ソロホームランを放ちました。開幕9試合目で飛び出した今シーズン1号、翌日のカブス戦で2戦連発第2号を放って以来3試合ぶり、直近5試合で3本目の一発で松井秀喜氏のメジャー通算175ホームランまであと1本に迫っています。ここまで来たんですね。なんかあっという間に。そうですね、まあ、でも大谷選手が本当にすごいのは、はい、二刀流ですからね、まあ、一応今シーズンはね、ちょっと打者に専念ではありますけど、はい、二刀流でやってて、ゴジラを超えてしまうっていう、いやそうですね、ちょっと普通に考えたら、信じられないことやってるなって改めて思いますね、こういう数字見ちゃうと、はい、まあ、今シーズンとはあの、ね、というと、まあ、例の問題もあったし、やっぱりこう精神的にダメージ受けてるのかな、そうですね、最初快音が聞かれずにね、来ましたけれど、まあ、ここに来て結構戻ってきたって感じですかね。そうですね、最近数試合見てたら5割ぐらい打ってますし、はい、ホームランも3本ですか、はい、だからちょっとね、一時期はこう大谷選手がもう今シーズンはきついんじゃないかみたいなことを言ってた人たちも、はい、メディアもありましたけど、早々に手のひらくるくるになってましたね。くるくるですね。さすが大谷だみたいな、風起きてるぞみたいな感じです。お前数日前ダメって言ってただろみたいなそうですね、あとはやっぱりこの好調だとこれがこの理由なんじゃないか、クリケットのなんか、ね、バットをね、打撃練習の時に使い始めてから調子がよく、本人が言ったわけじゃないんでしょう、あれきっと。まあ、なんか大谷選手はね、まあ、さすがにもう全然わかってると思いますけど、はい、もう外野の声は無視です、ね、そうですね、調子いい時はもてはやしてくるし、はい、ダメな時はもう大谷が終わったとか言ってくるんでね、無視して、ただ単にやってれば、まあ、勝手に成績は修練していって聞くと思うんでね、実力の方は、はい、そうですね、はい、まあ、これはねスポーツ全般というか、私以前その相撲中継に携わってきた時、まあ、名前は出しませんけれども、本当ムカつくよ君たちはって言われて、あの、ね、特にこの、まあね、あその当時はちょっと ある特殊なスポーツ誌があって今でもありますが、はいはい、そこが結構書いてたんですよ。そしたらムカつくムカつくって言ってね、調子がいい時はなんかねヘコヘコ来てみたいなね、はいはいはい、調子悪いと思いっきり駆け上がるみたいな、みんな分かんないんだよ俺だってみたいな、調子の良さなんてねっていうようなことをこう打ち切られたことはありましたけどね。まあ、でもね、慣れてくるベテランの選手とかからすると、まあ、取り上げられてるうちが花だと、はい、本当にこう人気がなくなってくるとね、別に調子が良かろうが悪かろうが何も書いてもらえなくなるから、まあ、その書かれてるうちがいいんだよっていう話をね、ベテランの方から聞いたこともありますけどね、確かにね、そうだ、扱われてなんぼのところもあります。話題になって、調子が良くても悪くても扱われるってことは注目されてるってことですもんね、まあ、大谷選手がもういい例ですよね。そうですね、そうか、でもそういった意味では大谷選手はもうすでに大人っていう感じですか。だと思いますよ。もうね、
まあ、逆にそれぐらい精神がこう成熟してないとね、こんなに難しいことをやってのけるってのは無理ですよ ね。ましてや大リーグでね、はい、ところで日本のプロ野球を見ますと、中日が2年ぶりの4連勝で、2016年5月10日以来およそ8年ぶり、実に2891日ぶりの単独首位に立ちました。4番中田が1回に先制打、同点に追いつかれた3回にも勝ち越しの2点タイムリーヒットを打っています。で、先発小笠原は7回を1点に抑え、今シーズン初勝利。中日は勝ち越し3で、立浪監督就任以来では最多タイとなりました。まあ、昨日はですね、 DeNA とベイスターズと戦ったわけですが、中日調子いいみたいですね。そうですね、だからこうベイスターズとドラゴンズの、はい、天王山、はい、あ、そうですよね、決定戦調子いいね、そうだ、首位だったし、1年前の人たちが聞いたら、はい、何言ってんだっていうですね2球団が争ってたわけですけども、そうですね、まあ、ただそのベイスターズファンとしては、はい、ついこの間まで首位だったのはベイスターズであって、はい、まあ、今回ドラゴンズがまくったわけなんですけど、まあ、にわかのベイスターズファン、ドラゴンズファンはですね、首位だなんだって喜んでると思うんですよ、はい、ただもう僕みたいにも20年近く長年訓練されたベイスターズファン、訓練ですか、同様に訓練された長年のドラゴンズファンからするとですね、はい、おそらく別にこんなもんじゃ浮かれないんですよ、はい、なぜならこんなもん3日転嫁で、どうせ俺たちは B クラスに戻るんだろってもうよく訓練されてますから、まあ、この程度でね、浮かれてるようなベイスターズファン、ドラゴンズファンはまだまだ甘い、はい、僕はもう常にビリになっても今までを知ってるから大丈夫な通りね、はい、まだもう大谷選手ばりのメンタルコントロールができてますんで、できてるんですね、そんな浮かれないですよ。そういう意味では本物のファンが長年だったらば、はい、ドラゴンズもベイスターズも多いってことですね。いや、ドラゴンズこれで浮かれてたらダメですね。ダメですか。だって中田だってもう年ですからね、いつ怪我して離脱するかも分かんないし、もう全然こんなのはもう、それだって経験してるから言える発言なんだ。もう幻のようなものかもしれないですそうですか、幻。ところでサンフランシスコジャイアンツを自由契約となった筒香嘉智選手の去就が注目されています。2019年オフに DeNA からポスティングでメジャーに移籍しましたが、レイズから始まってパイレーツ、独立リーグ、複数球団を渡り歩いてきました。かつては侍ジャパンの4番も務めたスラッガー、阿部慎之助監督率いる巨人がですね、獲得に、まあ、動いてて結構濃厚だなんていうね、そうですね、あるんですよ、なんか情報が錯綜していて、もう巨人に決まったっていうニュースが出たと思ったら、昨日の夜は三浦監督がまだ交渉しているから祈ってる、ただ今朝3時ぐらいに見たら、もうなんか確実視、巨人入団確実視みたいなのがまた出てましたんで、まあ、ちょっと情報がまだね確定はしてないですけど、まあ、もちろんねベイスターズファンとしては筒香に戻ってきてほしい気持ちはありますけど、とはいえ、まあ、ちょっと贅沢な悩みとしては、埋まってるんですよね。はい、もうすでにね、帰ってくる場所がポジションとしてはあんまないんで、まあ、そういう意味では帰ってきてもらっても、はい、なかなかこうスタメン確約できない。一方で巨人はオドアっていう外国人選手がなぜか早々に帰国しちゃったので、まあ、そこの穴埋めっていう意味では巨人の方が、まあ、いわゆるピンズドと、しっかり当てはまる。はい、まあ、ただね、巨人にもし移籍したら、はい、怖い相手だなとは思う気持ちもありますけど、むしろでも筒香のことをよく分かっているのはベイスターズですから、もうひたすら速球投げてればもう打てない。具体的に、いやだってもう筒香がメジャー行って全然成績出なかった理由はもうそこだと思います。そうなんですね、速い球打てないんですよ。あ、そういうことだからもうもし巨人に行ったら、もうベイスターズのキャッチャーひたすらストレートだけ要求してれば、安牌と思いますよ。はい、まあ、それくらいね、喉から手が出るほどではない、まあ、それも裏返せばベイスターズもうねちゃんと、まあ、でもこれも強がりです。あ、来なかった時の強がりです。はい、来たらもう歓迎しますね。あ、そうですか。はい、よく来てくれました。待ってましたって、速球練習しよう、一緒に打とう速球。まだ32ぐらいですね。そうです、まだ若いですね。若いんですよね。そうか、速球練習すればいいんだ。速球練習しましょう、一緒に。そう、はい、時刻6時15分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、こちら。日経新聞、日米首脳内憂打開へ接近。
国賓待遇で訪米中の岸田総理はワシントンでバイデン大統領と会談を今日行います。両首脳はともに国内で低支持率に悩み、それぞれ再選をかける選挙を控えていますが、両首脳の個人的な関係を土台に内憂の打開に期待を込める外交舞台となります。両首脳今日の会談で脱炭素をめぐる閣僚級対話の立ち上げを確認、岸田総理が目玉政策と位置づける日本のグリーントランスフォーメーション推進戦略とアメリカのインフレ抑制法を連動させるものです。これは森永さんどうなってくるんでしょうね。具体的にどんな話が出てくるのかなっていうのはもちろんこれからなんですけども、はい、果たして本当にこのアメリカのインフレ抑制法みたいな話を、日本でも似たような法律というかですね、はい、計画を立てられるのかっていうところがあって、結局そのいわゆる GX ですか、グリーントランスフォーメーション、こういうものに対する巨額の投資をするっていう話なんですけど、果たして今の岸田政権にそれでできるのと。僕が怖いのはですね、もちろんそういうところに投資するのは全然ありだと思うんですけれども、その岸田政権の考え方を考えるとですね、要は投資をしますと、引いてはその財源が必要ですみたいな話になって、どっかにまた負担増やすんじゃないのと、つまりそっちに付け替えるだけなんじゃないのっていうところが若干怖いんですよね。だからそこに踏み切れるのか、今までの考えの外に踏み切れるのかっていうところが気になっていて、結局今の枠の中で単純に環境に対する投資を増やしますってやると、どっかでじゃあ付けを取らされるので、そこが今までの枠から外れられるのかなっていうところはちょっと懸念ですよね。はい。で、バイデン大統領去年11月の首脳会談で岸田総理を国賓待遇で招待する考えを伝えていました。で、支持率低下に苦しむ岸田総理、9月に控える自民党総裁選で再選するかどうかまだ見通せてはいません。アメリカにとって国賓待遇で招く外交上のリスクも否定できない、こんな指摘もあるということなんですね。向こうは向こうでね。そうですね、だから結構今回の会談っていうのはお互いなんかちょっとこう微妙だなってところがあって、この先が、大統領選11月控えていて、トランプになるんじゃないかみたいな話もある中で、ってことはもうバイデンと会ってもあと数ヶ月じゃんかもしれないっていう話もある一方で、それでももう大統領選決まってるんで、それはしゃあないっちゃしゃあないんですけども、情けないのが日本側で、岸田さんに会うにしても、今の支持率を考えると、この人をコミットできる状況にあるのかっていう、お互いその今会っても、なんかお互いちゃんとコミットできる期間が短くないっていうところで、ちょっとそういう意味でも会談が上辺だけのものになりそうだなって。そうですね、なんか漠然としたみたいなね、ものしか言えません。これから任期がね、4年間ずっとあるんですって状況で会うんだったら、じゃあお互い4年間でこうしてこうみたいな長期の話もできますけど、お互いあと数ヶ月かなみたいな状況で会っても、そうですね、しょうがないだろうってありますわね。続いてはこちら、日経新聞。共働き高所得層に負担、子ども家庭庁少子化対策の財源として徴収する支援金の所得別負担額、昨日公表しました。共働きの世帯2人分の支払いが必要で、共に年収600万円の夫婦2人の場合は世帯で月額2000円の負担となります。政府は1人当たり月額500円弱などと試算を示してきましたが、情報は小出しで理解がしにくくなっていたと。で、今回の試算、会社員や公務員が加入する被用者保険、これが対象で、同じ年収なら加入する医療保険ごとに負担額は変わりません。年収600万円の夫婦2人の場合は世帯で月額2000円の負担ということなんですが、これですが、これ森永さんいかがですか。そもそもですね、少子化対策と言いながら、岸田政権は昨年の閣議決定した文書の中でですね、その少子化の一つの仮説として、若者、若年層の経済力の低下が少子化の一つの理由である。で、この分析は僕も正しいと思うんですよ。一つの理由として挙げてるだけですから。で、そこに対して出てきたのが、
じゃあ財源が必要なんで負担してくださいっていう、いやお前経済力下げてんじゃねえかさらにっていうですね、仮説に基づいて考えると少子化対策じゃなくて少子化政策なんですよ。でしかも最初反発が怖いから月500円ぐらいなんで大したことないっすとか言っときながら、結局実施する前に早くも倍によっちゃその負担額の想定が倍になって1000円超えますみたいな。いやだからそもそも何考えてんのと、先ほどの話と一緒ですよ。結局何かするってなるとじゃあ財源がっつって結局負担させてんじゃねえか、負担増えてんじゃねえかっていう話、だからこの政権って何かやると良くないことが同時に起こるんじゃないのっていう不信感があり、まあ、それが停止事実につながってると思いますよね。支持率上がらないということなんでしょうね、うん、はい、時刻6時20分です。時刻6時32分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。日経新聞から、物価上昇の波がついに国内の家賃にも波及し始めたという記事、消費者物価指数で家賃住宅のですね、賃貸住宅の家賃を示す指数、2023年に前の年と比べ 0.1% 上昇、25年ぶりのプラスとなりました。都市部などで賃上げや資材の高騰で住宅の維持費用が増加していることが背景にあるといいます。およそ2万5000戸の賃貸物件管理するアンビション DX ホールディングスが、既存の入居者に対し契約更新時に賃料の 5% から7% ほどの値上げを申し入れ始めたといいます。単身者向けのこの住むところを数多く手掛けるレオパレス21によると、全国平均で賃料が1000円程度上がっているといいます。消費者物価指数で一般的な賃貸住宅の家賃を示す民営家賃は1998年に前の年に比べ 0.5% 上昇して以降は下落が続きました。家賃は上がらないものとされてきたということもあります。2019年以降は横ばいの年もありましたが、23年プラスに転じたと。賃貸住宅の家賃も上昇しているということですが、これ森永さん何を感じでしょうか。そうですね、やっぱりこう資材価格も上がってますし、はい、修繕費も結果的に人件費の上昇込みで上がってますし、はい、で何よりもその賃貸のオーナーさんですよね、貸してる側のオーナーさんも当然インフレの影響で生活費が上がっているわけですから、はい、まあ、家賃収入を増やしたいと、はい、もろもろいろんな経路でインフレが最終的なこの家賃と、まあ、いうところにも波及してきたという考えでしょうね、はい。まあ、日本ではですね、賃貸住宅の入居者借地借家法によって保護されていまして、契約更新時の値上げは借り手と交渉して合意の上で決まる場合が多いと、うん、特にデフレ下では賃貸住宅の貸し手は入居者が入れ替わるこの新規募集のタイミング以外は家賃を上げにくい状況が続いたというんですけれども、となるとこれ、この家賃の上昇の流れっていうのはこれから加速していくと見た方がいいんですかね。そうですね、やっぱりちょっと流れとしてはそっちに動くかなと、はい、で実際に確かにその借りてる側と貸してる側の合意じゃないと、はい、まあ、家賃というのは変えられないっていうのはそれはそうなんですけど、ただ実際私の周りですでに家賃の公開、はい、交渉があったっていう方が結構多かったので、いろいろ聞いてみると、まあ、多少上げられてしまったとしても、はい、じゃあその家賃が気に食わないからって言って、まあ、周辺のものを見つけると、周辺の物件も家賃が上がっていて、はい、あんま変わらない中で引っ越すと、はい、今度引っ越しの費用とかかかりますもの、ね、最初に住む時の敷金礼金だなんとかありますもの、まあ、結果として今の交渉中の多少の家賃の上昇を受け入れた方が、はい、結果そんなに高くないっていうか安く済むんじゃないかってことで、むしろ借りてる側が結構妥協しているっていうケースがかなり見られますから、まあ、そういう意味ではしばらくはこの上昇傾向続くのかなという印象はありますね。今森永さんご指摘の通り、じゃあ引っ越そうって言ったって引っ越し代だって上がってますからね。そうなんですよ、結局まあ多少の値上げぐらいだったら受け入れるっていう人が多いでしょうね、はい、また後ほどお話伺います。
時刻6時41分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。毎日新聞です。アメリカのオースティン国防長官はイギリス、オーストラリアの国防大臣とともに共同声明を発表し、3カ国で作る安全保障の枠組みオーカスの柱の一つである先端技術の分野で日本との協力を検討していると明らかにしました。オーカス2つの柱で構成され、まず1つ目の柱、オーストラリアへの原子力潜水艦の配備、2つ目の柱は AI 人工知能や極超音速ミサイルの共同開発をはじめとする先端技術分野での協力、こちらを掲げています。3カ国は共同声明の中で日本の強みと3カ国それぞれとの緊密な防衛上の協力関係があることを踏まえ、第2の柱において日本との協力を検討していると明らかにしました。オーカスと日本との技術協力をめぐってはバイデン政権の高官は今日の日米の首脳会談でも協議が行われる見通しだと明らかにしています。森永さん、まずこのオーカス設置の発端となったのが例の中国の一帯一路ですよね。うん、そうですね。まあ、この中国がずっとこの覇権構想への警戒感、この一帯一路といいますとアジア、ヨーロッパ、アフリカまでカバーする、言ってしまえば中華経済圏を大きく作ろうぞという、はい、そこを警戒しての、枠組みであるわけで、そこで第二の柱 AI ですとか極超音速ミサイルの共同開発をはじめとする先端技術分野での協力を日本としようと、こういう動きなんですね。そうですね、なので日本のそのいわゆる民生技術、はい、こういうところをやっぱり期待している部分があるので、一緒にパートナーとして、はい、協業しましょうというところではあるんですが、ただやっぱ日本側がちょっとまだその本格的に一緒に組めないという相手として認められている理由の一つとしてあるのが、昨年ですね、確かワシントンポストだったと思いますけども、日本のこの防衛機密を扱っているネットワーク、ここにかなり不正アクセスを中国とかされてるぞということを指摘されていて、日本側はね、なんかまだ確認ができてないみたいな感じでしたけども、そういう状況だと本当にこう最先端の技術情報とか、機微な情報はとてもじゃないけど、同盟国として共有できないと、まだこのあたりも同時にちゃんと管理をしていかないと、あくまで民生技術使わしてねとか、ものづくり手伝ってねとか、その程度の役回りしかさせてもらえなくて、本当の意味での、その枠組みの中には入れない、なのでそういう意味では日本はそのサイバーセキュリティの部分全く投資が追いついてないので、ここをちゃんとやっていかないと、あくまでものづくり要因っていう位置づけにしかならないんじゃないかなというふうには思いますね。そここそ岸田政権頑張んなきゃいけないとこですよね。そうですね、だから一応その経済安全保障みたいな言葉が岸田政権になってからかなり出てくるようにはなったので、いつも他の政策の件でも言ってますけど、言葉だけじゃなくて実行してくれっていう話ですよね。さあ、それではここからはですね、森永さんに子育て支援金、年収600万円なら2028年度には月1000円負担、こちらについてお話を聞いていきます。子ども家庭庁は昨日、少子化対策の財源として医療保険料と合わせて徴収する支援金について所得別の負担額の試算を公表しました。大企業や中小企業で働く人の年収が2028年度時点で600万円ですと月額1000円、年収1000万円なら1650円となります。からくりというんでしょうか、初年度は年収600万円の人は600円からスタートなんですね。で、年収1000万円ですと、1000円からスタートなんですが、これが2028年度になると、今お伝えしたように年収600万円の人が月額1000円、年収1000万円の人は1650円上がっていくんですね。そうですね。そもそもですね、当初この話が出てきた時って、500円ぐらいですという話でしたよね。でこれが気づいたらなんかどんどん上がっていくというか、加入している保険によってそもそも
値段が変わってくるし、はい、で今寺島さんおっしゃった通り年度ごとに増えていくし、はい、だからなんかすごくもう本当にミニマムな部分だけをあたかもこれでいくんですっていうような公表しておきながら、そもそも実装する前の段階で、はい、やっぱ上がりますねみたいな感じ で, ですよ、ね、やばいじゃねえかって、多分このあたりの不誠実さ、はい、であとはこれ先ほどちょっと触れましたけれども、いやそもそも少子化対策なんでしょと、はい、なんでそれを現役世代の負担を増やすという形のある意味少子化政策ですよね、そういうふうにやってしまうのかなっていう、うん、なんかちょっとセンスが悪いし筋も悪いよこの政策はって、はい、誰か仲間で言ってあげられる人はいないのかっていうところですよね、はい、そうですね、まさに今森永さんご指摘の通りで、いや本来は少子化をなんとかしましょうそのためにっていうのに、うん、少子化にしていきましょうみたいな、そうなんですよね、そういうことになりますものね、しかも本当にこれ問題なのが、少子化対策としてこれぐらいのお金がかかりますっていうのが、まあ、試算としてあって、はい、それを賄うためにこの制度がありますよねと、はい、まあ、そこはまあ分かるんですけど、大も、まあ、いつものパターンですけど大問題なのは、じゃあその今予定されている少子化対策の財源を使った投資によってどれぐらい少子化が防がれるのかっていうところを、はい、全くこちらからすると見えてないわけですね、はい、なので負担に関してはもう明確にあなたたちいくら負担ですよ、ここは明確になってます、はい、でもその代わりこの政策によってこれぐらい少子化止まるんですっていう話は全く少なくとも国民に対しては発表されてないですよね、このあたりが結局いつもの日本のパターン、はい、後で政策をやった後にあこれは良かったねとか、これはこの部分がダメだったねっていう振り返りができない理由はここにあるんですね、負担額だけは確定させといて、それの投資効果っていうのはこれぐらいを期待してますっていうそのビジョンも見せない、とか全く国民化すると納得感もないし、そうですね、納得感がいかない、うん、いや、やらないよりやった方がいいでしょうみたいな感じですもんね、いやそうなんですよ、それやった方がいいんだけどと、はい、ただ負担だけが確定してて効果が見えないんだったら、そうやってやる意味あるんだっけって話もなってきますからね、で、まあ、先方からしてみると、いやこれぐらいだったら出してもらえるんじゃないかと思ってこれくらいに設定しました、うん、ですし、そのなんか最初に言った金額が、はい、少しの間に倍増したっていう、そうね、詐欺だろそれっていう、で今回の試算はですね、会社員や公務員が加入する被用者保険のこの加入者が対象でして、この被用者保険では年収が同じだった場合の負担額は同一水準、国民健康保険に入る自営業者らや、あと75歳以上の後期高齢者の試算は出していませんと、これ自営業後期高齢者を入れるとまた変わってくるってことなんですかね、まあ、そうでしょうね、だからそのいわゆる協会憲法とか憲法組合とかだったら、はい、被保険者一人当たりいくらって話でしょうし、まあ、国民健康保険自営の方とかですよね、はい、こういう場合一世帯当たりいくらみたいな感じでしょうし、はい、まあ、だから全然変わってくるんじゃないですか、まあ、もちろんその金額で見たらね、はい、月額で見るとまあ、差がとしても200円とかそんなものだと思いますけど、まあ、昨日ニュース見てたらね、あの担当大臣が参考にしてくださいなんて言ってたんですけど、はい、ね、ちょっとそれを思い出したら笑っちゃいましたけどね、何の参考にすんだよこれって参考も何も ね、いやだったらこうしようかなとかってないじゃないですか、ないですよこのね、で資産では年収200万円の人から200万円刻みで年収1000万円までの人の負担額をそれぞれ算出ということなんですね。で政府は3月平均の徴収額として今回の試算で対象となっている被用者保険では、被保険者1人当たり月800円と公表していたんですけれども、まあ、ここも金額は変わったということですね、うん、まあ、だからこれからね賃上げが本格化していくっていう、この賃金が上がっていきますよと、はい、つまり昨年の賃上げだけじゃなくて今年もすでに賃上げは春闘の結果見るとかなり強いと、ようやく日本でも給料が上がる国になりますよっていうフェーズに入ったところで、うん、じゃあ負担増やしますねっていう、はい、この本当に腰を折るっていうのが、もう本当何なんですかね、これ伝統芸能なんですよ、はい、もう常にそうです、この20年見てると、景気がようやく戻りそうだなって時に増税とか、はい、これだって僕から言わせたら増税ですからね、はい、増税するっていうと国民から反発がすごいから、うん、
こういうなんかなんとか制度とか、はい、健康保険だなんだって言ったら国民わかんないからしれっと通るでしょと、これステルス増税なんですよ、はあ、ステルス増税だ、はい、で、まあ、増税に限らずね金利を上げたりとかで今回またやったじゃないですか、はい、もうなんかね伝統芸なんです、はあ、伝統これから回復するぞって時に税率とか金利を引き上げてぶっ壊すっていうのをもう 2,30 年ずっとやってきたんですよ、はい、それはダメだって指摘してるのに、結局今年に入って、はい、早速日銀も岸田政権もこれじゃないですか、はい、変わらないね君たちはと、何の反省もしないねと、いうパターンでちょっとこっちもねいい加減ちょっと飽きてきたっていうか、そうですね、もう変わんないんだ、この人たちみたいな、森永さんがせっかくこの正論ぶつけて指摘してもあいたみたいな感じでなんかそれで終わりみたいなね、3歩歩くと忘れるみたいな、忘れちゃう、それじゃあダメですよね、まあ、ですから少子化対策の財源問題だって、これでもし効果がなかったら今後どうなってくんですか、これ。いやでもね、これこそね国債発行したらいいだけの話で、ね、緊縮派のロジックに乗ったとしたって、子供が生まれればその子が成長して社会人になって納税者になるんじゃんと、それこそ返ってくる投資だろって話であって、これすらもね税負担とかこういう形で賄おうするとそりゃ子供減るわなって話になりますよ、いやだからそのあたりがどうしていつもわからないのかと、ね、文化だから、それしか言いようがない、こんな文化嫌ですねこれ、はい、ニュース最前線でした。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。さて、昨年末にステージ4のがんの闘病を公表した経済アナリスト森永卓郎さんです。お父様、昨年11月、お医者さんから桜は見られないだろうと宣告されていましたが、先日日曜日ですか、家族で森永さんお花見できたそうですね。そうですね、お花見してきて、はい、僕はあまり昔の記憶がちゃんとあるわけじゃないんですけども、親父に言わせると、はい、まあ、僕は生まれてから39年間で初めて家族で花見に行ったって言ってました、ね、はい、お父さんもそう言ってた、はい、あ、そうですか、初めてらしいです、あ、そうなんですね。どちらでお花見されたんですか。これは埼玉の狭山湖、狭山湖、はい、ですね、はい、どれぐらい狭山湖が全国的知名度があるのか分かんないですけど、山口貯水池、そうですね、ですよね、はい、僕はあの近くで生まれ育ってるんで20年以上、はい、なのでこう狭山湖っていうとすぐパッと浮かぶんですけど、はい、世の中的にどれぐらい知名度あるんですかね。比較的西武園遊園地も近い、そうですね、ね、まあ、今変わりましたけどもね、昔あの狭山湖の周りってこうサイクリングロードがあって、そうでした、で僕も小学生の時とかそこら辺サイクリングしてた時期があったんですけど、はい、当時ねまだ今でいう西武ドームが球場だったんですよ、はい、で第二球場とかもあってありましたね。そう、一回なんかねサイクリングしてたら子供の頃、はい、なんか野球のあの高級のボールがガーンって飛んできたことがあって、ほう、で危なと思ったらその球場のスタッフが来て、なんかその練習中のこうファールボールかホームランボールか分かんないんですけど、まあ、なんかそれが飛んできて大丈夫でしたかって聞かれたことがあって、その時多分初めてプロの選手が打ったであろう球を手にしたっていう感じですね、まあ、普通それでいくとライオンズファンになるはずなんですけど、まあ、一応パリーグは、はい、パリーグはね、ちゃんとセーブ、セリーグはねベイスターズということで、あ、そういうであそこ桜綺麗ですもんね。そうですね、ただ今回久しぶりに行ったんですけど、昔のイメージで行ったら、結構もう湖の周り、桜がダーって満開っていう印象だったんですけども、久しぶりに行ったら結構桜が少なくって、あんまりなかったなっていう感じでしたね。お客さんの具合は花見客はどうでした。まあ結構すごいサイクリングして、湖畔にこう自転車止めて写真撮ってる方もいましたし、いいお天気でしたもんね、日曜日、油絵みたいな感じで桜と貯水池の絵を描いてる方もいらっしゃいましたし、まあ、結構盛り上がってはいましたね。そうですか、まあ、そんな中家族でお花見されたんですね。そうですね、でも僕の中のお花見のイメージって、こう桜の木の下になんかビニールシートとかレジャーシート引いて、お弁当食べたり、お酒飲んだりっていうのがお花見のイメージですけど、親父のお花見のイメージはそうじゃなくて、もうなんなら車で近くを横切って車内から見れば花見だと、もうとにかく花を見りゃいいやと。そうなんですよ、だから結局花を見たんだけれども、はい、
そもそもレジャーシートもないし、お弁当とかお菓子とか飲み物もあるわけじゃないんで、はい、本当にこう散歩って感じですね。散歩して桜見て、はい、でまあちょっと YouTube に上げようと思って動画撮って、はい、ぐらいですね。 YouTube 見ましたよ。帰りは普通にファミレスで、そうですよね、花見じゃねえじゃんっていう。 YouTube の中でも、はい、あのどうすんのご飯とかなんとかって言ったら、この後ファミレスでみたいにね、タクロさんおっしゃってましたから、全然花見じゃない感じはしましたけどね。まあちょっと分けたって感じですね。花は見たけど食事はファミレスねみたいな。そうです ね、 ねえ。さて、そしてそのタクロさんですが、週刊フライデーのデジタル版で先日森永タクロさんの渾身インタビューが掲載されていました。その中で出演しているラジオのレギュラー番組は5本で連載も19本抱えてますと答えていました。いや、これ健康体だってさすがに働きすぎでしょう。そうですね、いやなんか僕も基本的にはやっぱこう身内としてはね、あんまり無理させると、はい、それ疲れてダメになっちゃうんじゃないかなって気持ちもあったんですよ当初は。はい、でもなんか本人を見ているとやっぱこうなんか目的というかね、はい、仕事がある程度の張り合いにもなってるし、そのために体力とか温存したりとか調整しなきゃっていうのは自分では自己管理してるっぽいんで、はい、まあ、そういう意味ではなんかがんだからどうとかって言ってずっと自宅とか病院で寝たきりにさすときよりは、動ける範囲で動かしておいた方が、はい、本人のためにもいいんだろうなって。できる範囲でやってこの数だってことなんですね、まあ、にしてもやりすぎだと思いますけど。で、新しい本も書いてるんですよね。なんか6月に出すとかで、出すってことはもうできたってことですね。そのお花見をした日の朝の5時に全部書き終わったって言ってましたね。ってことは3冊目もできたんだ。6月に出るって本人は言ってます。書いてはいけないの次ができたってことですね。みたいですね。なんか人生とがんについて書いたとは言ってましたね。それはまた興味がある。でその先もなんかね書いてるんです。すごいな。はい、まもなく7時です。今朝のコメンテーター、経済アナリスト森永康平さんです。古い芸術作品を蘇らせる修復家を数多く養成し、国内の油絵の修復研究、これをリードしてきた東京芸術大学大学院文化財保存学専攻の研究室でトップを務める50代の女性教授からアカデミックハラスメントを受けたと複数の学生や職員が訴えて、大学側が研究室の学生募集を停止したことが昨日産経新聞の取材で分かりました。アカデミックハラスメント、アカハラなんて言いますが、大学など研究教育の場で指導教員らが権力を利用して学生や教員に対して行う不適切な言動による嫌がらせのことです。複数の大学関係者によりますと、教授がトップに就いた平成31年4月以降、複数の学生や教員が暴言を浴び、大声で叱責を受けるなどの被害が続出。深夜に1時間以上も SNS 上で叱責された学生は、疲労で返信を5分ほど放置しておくと、おい、話の途中でおしっこかと詰め寄られ、20本近いメッセージが連続で送信されたといいます。こうした言動を問題視した大学側、令和4年2月教授を減給の懲戒処分としましたが、以降も被害の訴えは止まず、去年7月に複数の女子学生が大学側に相談しました。非常勤職員もこの心身の不調から任期途中で相次いで退職したといいます。で、大学側、令和6年度は研究室の新入生を募集せず、大半の在籍生の指導から教授を外していて、教授自身も指導から外れたことは取材で認めました。油絵の修復研究という専門性が問われる業界でのアカデミックハラスメント、森永さん、こういうのあるんですね。まあ、なんかこういう閉じた世界で上に立ったりすると、はい、もうなんか自分が、ね、はい、世界のトップに君臨したかのように、わけわかんないことをやる人っていうのは、これは別にね、アカデミックの世界に限らずですけど、そうですね、どこでもいますね。いますよね。で、やっぱこう人の上に立つ人間っていうのは、はい、まあ、なんていうんですかね、こういうのはやっちゃいけないって当たり前のように理解してくれるような人間に出会ってほしいですよね。はい、いや、なんかそのもう
どう考えたって上下関係っていうのがあるじゃないですか、はい、パワーバランスっていうものが、上に立てば立つほど無意識のうちに自分の方が権力が ある、はい、強いわけなんだから、その分、まあ、別にペコペコしろとまでは言わないですけど、その自分の思ってる以上に下に対して、はい、やっぱ強制力だったり圧力があるっていうことをちゃんと自覚した上で力あるんですものね、やらないといけないのに、なんかこのケースを見てるともう完全にそれを逆に利用してつけ上がって調子こいてるっていう、はい、やっぱ人の上に立つべき人間性ではないっていうことですよね、だもしかしたら私もやられたんだみたいなね、そんなことがありうるわけですけれど、まあ、ただもし、一方ではそのちょっと個人的に病んじゃってるかなっていう感じもしますね。そうですね。そして関西大の北陽高校ですね、ハンドボール部で、顧問と副顧問の男性指導者2人が複数の部員に丸刈りの強要や暴言、暴力などの体罰をしていたことが9日分かりました。被害者のうち1人は退部、転校しました。2人は厳重注意処分を受け、改善が見られるとして指導者を続けています。この高校、公式サイトを通じて再発防止に努めると謝罪をしました。体罰は運営する学校法人、関西大学が明らかにしました。法人によると、指導者の2人は去年の春、京都府内で合宿中の合宿所のシャワー室に部員2人を座らせ、他の部員がスマートフォンで撮影する中、頭髪、頭の髪の毛をですね、バリカンで刈ったといいます。で、部内では頭を叩いたり尻を蹴ったりする体罰も行われていました。まあ、これパワハラというより もう犯罪に近いですね。まあ、これもね、やっぱ どこが線引きなのかっていう話じゃないですか、はい、で僕も高校の時は柔道部だったですし、大学は空手の道場行ってたし、まあ、今はねキックボクシングジム行ってるんですけど、はい、やっぱこう格闘技とか体育会系の世界ってやっぱこう指導に熱が入ってね、やっぱこう声が大きくなっちゃったりとか、はい、まあ、怒鳴ったりとかね、まあ、あとは強豪校とかだと結構まああんま良くないんだろうけども、ちょっとまあお前ちゃんとやれって言ってバシーンみたいなのは僕の時代はまだあったりしたわけですよ、でまあそれはね、なんかちょっとそのバシーンまで行くとちょっとグレーな感じになってくるんでしょうけど、まあ僕個人としてはね、そこまでならなんか熱くなっちゃったのかなぐらいで、まあ、自分がやられる分にはまだ理解しますけど、いやなんかその座らせてね、スマホで撮影して頭を剃るとかっていうのはね、はい、これはなんかもはや指導っていうよりはね、ただのいじめにしか見えない。はい、でやっぱその線引きですよね、はい、でだから時としてね、怒鳴っちゃったりとか言葉が汚くなったり荒くなったりとか、まあ、その程度は正直自分の経験からしたらやっぱあるかなって気はしますし、はい、まあ、僕は顧問じゃなくて学生の立場だったんで、やられる側ですけど、まあ、やられても別にその程度だったら体罰だって騒ぐ気も起きないし、はい、なんかパワハラだとも思わないですけど、うん、ここで紹介されてるようなケースをもし自分がされたら、さすがにこれは違う指導じゃないだろうって思いますけどね、はい、まあ、私あの中学の時、まあ、一時的ではありましたハンドボール部っていうのに入ってまして、うん、まあ、これも今回ハンドボール部でね、でその時の顧問の先生が最初に言ったのを今でも覚えてるんですけども、時として私もあの厳しく叱る時があるかもしれないと、うん、でもそれは君たち怪我をしないような時、あの怪我をしそうな時に何かこう私は叱責をすることもあるかもしれないが、うん、まあ、そういう時はあ怪我をさせないようにしてるんだなと思ってほしいと、まあ、今考えると もしかしたら言い訳だったのかもしれないんですけど、はい、まあ、でもそういうこの怪我をさせない時にほら危ねえみたいなね、そういうんだったらまだ理解はできるんですけども、まあ、ちょっとこれはこの北陽高校のは、なんでこの丸刈りにして撮影までしなきゃいけないんですかと、これはちょっと、まあ、行き過ぎたことでしょうね。実際ね、僕高校生の時とかやっぱこう大会とか行くと強豪は、はい、結構なんかバチンみたいなのは見ましたけどね、あのもうね手が出ちゃうっていうか、もう行動に出てしまってるってのは、まあ、昔はこういっちゃなんですけど当たり前のようにありましたからね。そうですね、まあ、だからそこの
まあ、でも信頼関係なんですよね、これも結局、はい、だからセクハラとかパワハラとか問題になりますけど、もう全ては信頼関係だって。嫌いな人に近づかれたらそれだけで嫌だと思う人もいれば、はい、別に本当に仲のいい関係で信頼してあって、元気って別に肩叩かれたってそれでセクハラだって騒ぐことはないわけじゃないですか、でもなんだこいつって思ってる人に急に肩触られたら、いや嫌なわけですよ。これは別に異性だろうが同性だろうが同じで、はい、だからそこの信頼関係とか距離感、はい、これの見誤ってる人がこういうパワハラとかなんとかって問題を起こすのかなっていう気もしますよね、はい、時刻7時16分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。読売新聞、年収600万円なら1000円、年収1000万円なら1650円。子ども家庭庁は昨日、少子化対策の財源として公的医療保険料に上乗せして支援金を徴収する制度をめぐり、会社員や公務員とその扶養家族が加入する被用者保険の、被保険者1人当たりの年収別負担額の試算をまとめました。試算によると2028年度の1ヶ月の負担額は、年収200万円の被保険者の場合は350円、400万円は650円、600万円は1000円、800万円は1350円、1000万円は1650円です。子ども家庭庁は支援金負担額について個人が支払う医療保険料の 4% から 5% 程度に当たる見通しだといいます。まあ、今手元にですね、新聞資料もあるんですが、まず年収、今私が言ったのは28年度の金額でして、まず2026年度からスタートするわけです。そうすると200万円、年収200万円の世帯は200円と、まあ、こういうあの被保険者の場合ですね、200円、27年度には250円、そして28年度に350円。よく出てくるこの年収600万円、これは2026年度は600円、27年度は800円、そして28年度が1000円になると。で、1000万円年収というところは、26年度が1000円、27年度が1350円、そして28年度が1650円と、まあ、だんだん上がってくるということなんですね。で、医療保険料の 4-5% 程度ということなんですが、これ改めて森永さん、いかがでしょうか。まあ、だから先ほどもね、触れましたけれども、はい、これは僕から見ると本当にただのステルス増税だろっていう、ステルス増税、はい、話ですよね。で、当然やっぱりこの増税の悪い影響っていうのは、まあ、国民にもだいぶ知れ渡ってきましたから、例えば消費税をですね、15% にしなきゃいけないとか、はい、19% にすべきだみたいな議論が出てネットで取り上げられたりすると、まあ、ボコボコに叩かれるわけですよ、はい。で、やっぱこの増税っていうとこう反感を買ってしまうんだと、まあ、一方でね、こういう保険料云々とか新しく、はい、まあ、設置したものとかは、まあ、しれっと結構投資やすかったりするので、まあ、まさにこれステルス増税ですねと、はい。で、この保険料とかっていうのは税金じゃないっていう人たちもいるんですよね、はい。で、まあ、その名前は税じゃないから税金じゃないけれども、はい、じゃあ何ですかと、払わないっていう選択肢があるんですかっていう話なんですよ、はい。で、一番分かりやすいのが社会保険料とかで、社会保険料もね、またこれまた税金じゃないとかっていう人がたまに出てくるんですけど、いや、普通に僕も会社員10年以上やってたから分かりますけど、うん、普通に働いてたら転引きされてるわけですよ。そうなんです、自動で、はい、まず払わないとかっていう話じゃなくて転引きされるわけですよ、はい。じゃあ仮に転引きしないでくださいと、僕払いませんからって言って払わなかったら何が起きるかっていうと、資産とか差し押さえられるわけですよね、はい。税金と一緒じゃんっていう話なんですよ、だから保険料云々っていうのは税金じゃないから増税じゃないとかっていうわけわかんないことを言う人もいるんですけど、中には、はい、いや増税だからっていう、はい。だそもそもですね、この少子化対策をしなきゃいけないっていうこの真っ当な話に対して、まあ、それはそうですよ、そこに対して別にやんなくていいなんていう人はあんまいないと思いますけど、はい、まあ、その財源が必要だっつって現役世代に対して、
負担を増やすっていうのは本当にやってることが真逆だし、はい、まあ、さっきも指摘しましたけど負担額だけは先に確定させておきながら、それによる期待される効果に関する試算が全く出てない、はい、これも問題ですよね、ついついこの負担だってところに、まあ、火の粉がバーッといきますけども、はい、僕は批判の先はそこだけじゃなくて、はい、やっぱりじゃあそれを やるからには、はい、その負担以上に何かリターンがあるんですよねと、少子化止まるんですよね本当にっていうところが見えないことにはね、何なのこれっていう、ただの増税じゃねえかっていう気がしてしまいます、ね、でこれもね、毎年毎年、まあ、上がっていく、じゃあその先には例えばじゃあ出生率がね、1.3% 台からじゃあこれが 1.5% 台ぐらいになりますよとか、そういう数字が具体的に出るんであればね、そうですね、でもそれが全くもって見えてきませんもんね、だから結局例えばその独身の方とかって、はい、どういう話なのっていうことじゃないですか、はい、だって要は理屈としてはね、実質的な負担はないとかって言ってますけど、はい、そのロジックってそれは子供ができた時にそこに対していろいろ支援があるから、はい、トントンとかそれ以上になるって話なんでしょうけど、いや別に世の中ってみんなが結婚してるわけじゃないわけだから、はい、てか結婚してたって別に子供がいない世帯だっていくらでもあるわけ で、はい、でそういう人たちってどう捉えればいいんですかっていうことも多分あると思いますしね、はい、ただこれは日本国全体の話であってマクロの政策だからそんな個別の事象をいちいち考えられませんっていうのかもしれないけど、いやまあそれはそうなのかもしれないけど、とはいえ個々での負担は発生してるわけだから、じゃあせめてマクロ全体で見た時の期待リターンはこうですよねっていうのは出そうよと、何も出さないまま全然恩恵がないことが確定してる人たちにとっても負担だけはしてくださいって、それちょっと説明の仕方として筋が通ってないんじゃないの、とは思いますよね、はい、で加藤少子化担当大臣会見で参考として機械的に計算したものだと述べています、まあ、政府はこれまで1人当たりの平均負担額が28年度に月額800円になると説明、当初の試算とはかなり変わってきたということですね。あと政府は支援金制度を26年度から始め、徴収額を段階的に引き上げ、28年度におよそ1兆円を確保することを見込んでいると言います、まあ本当森永さん指摘の通りお金ばっかりですね。ですし、これもう今の時点で予言しておくと、はい、多分こういうロジックやってくるだろうなっていうのは思うとこは一個あって、まあ、それは何かっていうと、さっきから私言ってる通りこれをやったから少子化が止まるかどうかっていう、はい、その未来の予想図は何も出てきてないわけですよ、はい、にもかかわらずこれ実際やったとしますと、で2026年度から始めて、はい、27、28と、まあ、上がっていきますよっていうところだけは出てますよね、でもしですよ2028年度の段階で全く何の効果もありませんでしたってなった時に、はい、普通の考えだったらごめんなさいと、はい、これ意味なかったですと、負担だけ増やして意味なかったんでやめますってなるのが、まあ、普通の発想、まあ、少なくとも民間企業だったら当たり前ですけど、はい、まあ、そもそも3年も待つかっていう話はありますが、まあ、3年見た結果意味なかったんでやめますっていう判断がこれ民間企業だと当たり前ですよね、はい、ただこれ日本の今までやってきたパターンでいくと、国民からね3年間やってみて意味ねえじゃねえかと、やめてくれよこんな負担だけってのなった瞬間に、いやいやいやと、ただでさえ少子化してるんですよと、ここで少子化対策の財源を削るっていうんですかっていう謎の理屈を絶対振りかざしてくるはずなんですよ、いやちょっと待てと、それをやる前から少子化進んでたじゃないかと、しかも導入してから3年間で効果ないんだからそんなもんなくたって少子化は止まんねえじゃねえかって思うんですが、いやいやいやと、いいんですかと、あなた少子化進めたいんですかと、重要な財源を削れって言うんですかっていう謎の理屈を持ってきて、だからむしろ引き上げていくんでしょっていう、なんかそういう無理やりなロジックをやってきそうだなと、まあ、だから一回入れちゃったらもう、ね、そうなんですよ、だから一回入れたらもうなかなか引っ下げられないんですよ、で普通の感覚で運用してくれないんですよ、はい、だこれはもう税金もそうじゃないですか、はい、だっていろんな国がですよ、コロナ禍で消費減税を部分的に品目限定してやったりしても、日本は謎の理屈をまた持ち出して、いやいや減税すると
そう、値札を変えなきゃいけない現場の事務負担がとか言い出して、いやお前上げるときは絶対言わないよねそれっていう、まあこういうパターンをもう散々見せられてきましたから、もう一度導入されるといい都合のいいように運用されていくだろうなっていうのはもうなんか見えますね、3年後4年後が。はい、続いてはこちら、読売新聞、日本にデータセンター、アメリカ IT 大手マイクロソフトは生成 AI の需要拡大に向けて29億ドル、日本円でおよそ4400億円を日本企業に投資する方針を発表しました。生成 AI に不可欠なデータセンターを増強するほか、研究拠点を新設する方針で、日本への投資としては最大規模です。マイクロソフトによる日本への投資としては最大規模で、生成 AI に不可欠なデータセンターの情報処理能力を高めるために、東京と大阪の設備を増強、最先端の GPU と呼ばれる AI 向け半導体を導入するといいます。また AI を活用できる技術者の育成にも乗り出して、非正規雇用の人や女性を含めたいわゆる学び直し、 AI の開発者などを対象にした研修プログラムの実施によって、今後3年間で300万人を支援するとしています。まあ、このほか日本政府との間でサイバー攻撃に関する情報の共有ですとか、セキュリティ対策などで連携を強化していくことにしています。マイクロソフトと連携強化ということのようですね。まあ、これはさっきね、子育て政策の話はちょっと僕はマクロの観点からしましたけども、はい、逆に今度ちょっと企業というかね、ミクロの観点からすれば、はい、そりゃこういう話になるわなと思いますね。はい、でそれはなぜかっていうと、まあ、一つは日本の環境を考えた時に、まあ、少子高齢化、人口減少、まあ、これはもう昔からトレンドとしてあって、これから先も続くだろうと予見されている中において、まあそれでも経済活動、経済規模を維持しようとすると、やっぱりその人を少なくしても今の経済が回るようにしたいって考えたら、当然 AI とかっていうものは使っていかないといけない。日本はかなりその問題に直面している国ですと。で一方でその日本の技術力、ものづくりの水準を考えると、まあ、まさにその半導体であるとか、まあ、こういう AI の研究ですよね、はい、こういうところにはまあ日本人は向いているだろうと。あ、向いているだろう、はい、そういう社会課題とそれを解決するための手段に対しての、まあ、物質的なものであったり人的なリソースの供給ができやすい国であると、はい、こういうのもろもろ考えると、企業の判断としてはどこにセンターを置こうかっていうのを考えると、一つ、はい、日本っていうのは当然、あ、そうか、まあ、企業の考え方としたら、つ、まあ、かなりいろんな条件が揃ってるよねと、はい、でまあ、これにこうするように日本政府もですね、この半導体というものは一つの戦略物資として、まあ、外国に全部依存するんじゃなくて、ある程度国内で供給しましょうということで、はい、そこに対してお金をつけていくと、いうことを考えているわけですから、はい、まあ、企業の判断としてはそれはそうなるだろうなっていう気はしますよね。これですから、あの日米首脳会談の中でも出てくるみたいですもんね。そうですね、まあ、あの先ほどね、日米の首脳会談を扱った時は GX、はい、グリーントランスフォーメーションの話題が出ましたが、もちろんそれだけじゃなくて、まあ、いわゆる経済安全保障の観点から戦略物資、はい、これの安定供給についても多分会話されると思いますから、そことも、まあ、連携して、はい、まあ、もちろんマイクロソフトはですね、アメリカの会社ですから、はい、まあ、多少影響受けるんじゃないかなと思いますよね。まあ、その他にもアメリカの IT 大手データセンター相次いで日本に投資をしていて、AWS ですか、アマゾンウェブサービス、こちらは5年間で日本事業に149億ドル2兆、2000億円余りを投資する計画ですし、はい、Google もですね、すでに千葉県にデータセンターを開設していると言います、まあ、日本企業も NTT、NEC が、国内企業向けに自分のところで開発した生成 AI の提供を始めていると、まあ、こういう動きのようですね。まあ、そうですね、はい、日本のいわゆるそのガバメントクラウドというか、はい、日本政府が使っていくものの中でも、はい、やっぱりこう Amazon とかも外国の会社ではありますけども、はい、指定されたりしていますから、まあ、そういう意味では、まあ、その今上がった3社に関しては日本にどんどん投資をしていく、はい、それで十分なリターンが得られるだろうという考えがあるんでしょうね。はい、続いてはこちら、毎日新聞、半導体材料群馬に工場、
信越化学工業は昨日、先端半導体の材料として欠かせないフォトレジストの新しい工場を群馬県の伊勢崎市に建設すると正式発表しました。信越化学の新しい工場、2026年に完成し、フォトレジスト、観光材ですね、あと原板材料などの材料を生産します。で、群馬県伊勢崎市におよそ15万平方キロメートルの事業用地を取得しておよそ830億を投じると。で、国内での拠点の新設は塩化ビニール樹脂などを手掛ける1970年の鹿島工場以来となります。信越化学、フォトレジストを含む半導体の回路の形成に使う材料の生産拠点としてすでに国内と台湾に全部で3つの拠点を持っていますが、新しい工場を半導体材料の新たな戦略拠点と位置づけて、将来的には研究開発も手掛ける構想です。まあ、こういったニュース最近相次いでますが、国産半導体の量産、うん、これ期待されるところでありますよね。そうですね、だからこれはまあもちろん日本としての産業政策っていうのもありますし、はい、まあ、やはりそのコロナ禍以降ですね、まあ、ある程度まあ、価値観を共有できる同盟国の間だけでサプライチェーンを完結させましょうという、はい、まあ、こう日本以外を含めた全体的な構想もあるので、まあ、こういうニュースはこれからも増えていくでしょうと、はい、まあ、ただ一つ課題としてあるのは、じゃあ作っていく半導体、これの種類がどのあたりのものを日本で作っていくのかっていうところですね、はい、やっぱりその技術っていうのはどんどん進化していくので、まあ、いわゆる最先端というものが、はい、どんどん需要、特に生成 AI なんかでいうとまさにそこですけども、まあ、これを日本で作れるのかどうかっていうところですね、はい、いわゆる汎用型ばっか作っていると時代がパッと流れた時にもうそれいらないからってなってしまうと、あれせっかく工場作ったのにって話にもなりかねませんから、単純にただ工場を作りましょうじゃなくて、じゃあ何を作れるんですかっていうところまで、まあ、議論を進めていく必要はありますよね、まあ、一口に半導体といっても今森永さんご指摘の通り、もういろんな種類もありますしね、汎用型だとかも最先端も、はい、本当にちっちゃかったりとか、うん、でその TSMC なんか台湾では最先端作ってますけど、そうですね、だけど日本に来る工場にはまだそこでもないってことですもんね、はい、まあ、でもこのあたりは、でもそれは当たり前の話ですよね、はい、やっぱ一番こうコアになるところっていうのは当たり前ですけど外に出す意味がないですし、はい、まあ、台湾からするとそれを持っていますよというところが逆にアメリカとかからに対して、いや中国がね攻め込んできた時とか分かってますよねと、全部これ中国の手に落ちてもいいんですかと、はい、ある意味一つの、まあ、外交カードって言ったらちょっとあれですけども、でもそれに近いものがありますね、まあ、そうなるわけですから、それはやすやすと出さないわなと、そのあたりは台湾はちゃんとしてるなっていう感じはしますよね、はいはい、続いてはこちら、朝日新聞、身辺調査法案が衆議院通過、経済安全保障に関する重要情報の取り扱いを国が認めた人に限るセキュリティクリアランスを導入する法案が昨日衆議院本会議で与野党の賛成多数で可決されました。新たな制度、国家の安全保障に支障を及ぼす恐れのある経済分野の情報を重要情報に指定します。で、公務員や企業の従業員らの家族の国籍や本人の犯罪歴、飲酒の節度、借金の有無などを国が調査して重要情報を扱う権限を与えると。情報を漏らした場合は5年以下の拘禁刑など処罰がなされるといいます。今回の法整備によって対象の重要情報、これまでの防衛、外交、スパイ防止、テロ防止の4つの分野に安全、この経済安保、経済安全保障が追加されます。で、経済情報を扱うことから民間人の対象が増えることが想定されるというんですが、このあたりのこのセキュリティクリアランスですね、この導入する法案が昨日衆議院本会議、うん、まあ、可決ということですが、森永さん、これいかがですか。もうこれ今まで ないっていう方が異常な話であって、はい、先ほどもちょっと触れましたけれども、アメリカがですね、そのワシントンポストは昨年その日本のセキュリティが甘いと、はい、もう中国から不正アクセスされてるんじゃないのと、でそれに対しても分かりませんと、はい、確認できてませんみたいな。アメリカがそれを察知して、で、いや多分言ってるんですよ、政府間で言ってるの動かないから、おそらくその民間のメディアに、はい、
まあ、言わせたんだと思うんですよね。はあ、でそれぐらい、まあ、そもそものデータセキュリティ自体はガバガバで、それはまあサーバーだったりとかそういう話ですけど、はい、そう物的なサーバー云々とかネットワーク云々以外にも、アナログなやり方としては個人的な、つまり人間を潜り込ませる、はい、まあ、いわゆるスパイとか工作活動ですね、こういうのは普通どの国もできないんですよ、はい、だ情報持ち出したら、もう厳罰なわけですよ、普通は、はい、罰が待ってるから、まあ、でも今はもう正直チャッてやることやって出国しちゃえば、さようならってできてしまう、そんな状況の国に自分の国の機密情報なんか渡せるわけないじゃないですか、はい、その敵対している国の工作員が紛れ込んでるかもしれないんだ、自国ではがっちり、ね、守ってるのに、まあ、他国で緩いところから盗まれちゃうってことですもんね。そうですね、だから同盟国ではあるんだけれども、大事な情報は共有できない、でそれは意地悪をしてるんじゃなくて、はい、それガバガバだったら怖くて出せないよと、はい、まあ、そういう意味ではこれがようやく導入されたかっていう話であって、はい、逆に言うとなんで今まで反対してた人たちいるんですかと、でその人たちってなんで反対してたんですかっていう、むしろそこを そうですね、逆に調べたくなっちゃいますよ、ね、お金がないんですとかそんなこと言ってたんですか、どうなんでしょうね、関係ないんですよね、それともまた別の圧力かなんかかかってたとか、とか逆にそれやられたら困る人たちだったとか ね、はい、あ、やられたら困る人たちね、いや全く何もないんだったらいくらでも調べてくれよって話じゃないですか。そうですね、それを止める理由があまりないですよね、はい、まあ、じゃあようやくということなんです ね、これはね、じゃあようやく、でもまだようやくって言ったってね、まあ、並んだわけでも何でもないですから、そうですね、まあ、でも大事な一歩なんじゃないかなと思います、ね、そうですね、これでしっかりとやっていかなきゃいけないということですね、はい、時刻7時37分です。時刻7時38分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。農林水産省が昨日発表した4月3日から5日の小売価格動向調査によると、対象の野菜はジャガイモ以外すべて、平年より高くなったことが分かりました。特に葉物野菜が先月から高値続いています。レタスは暖冬による生育や出荷が早まった後、2月下旬以降の低温によって生育が遅れ、平年よりもおよそ 1.6 倍高くなっています。キャベツも出荷のピークが3月中に前倒しになったことで平年よりも 36% 高、人参も平年より 29% 高めですが、来週あたりには出荷量が戻ってくる見込みだと言います。先日 SNS で白菜が1玉1000円近い価格で売られている、まあ、このように話題になっていたんですが、野菜の価格、気候の変動もろに受けてますね。そうですね、これは個人的にもすごく困るのがですね、はい、やっぱカロリーを管理しながら食事をお腹いっぱい食べたいってなると格闘家としてはね、どうしてもこう野菜に頼らざるを得ないところがあって、まあ、ちょっとこれからの季節暑くなってくるんで、まあ、あんまり出番はないかなって気はしますけど、やっぱ寒い時期とかで、はい、こうカロリーを抑えながらお腹いっぱいにしたいってなると、やっぱ白菜とか、やはり、ね、もやしとかを鍋に入れて、まあ、そのごまかすっていうかね、いっぱい食べた感じになるじゃないですか、でもカロリー全然ないんで、っていう技を僕はよく使っていたんですけども、さすがにこの1玉1000円みたいな話になってくると、高いですね、そう簡単に鍋にバサバサ突っ込んで消費するという気にはなれないですよね。で、日本この果物産地ですね、日本の果物の産地に地球温暖化が迫りつつあるというニュースもあります。気候予測データに基づいて計算すると、リンゴやみかんなどの、まあ、今のこの栽培適地、栽培に適している地域のうち3割から5割が2050年頃に不適、適さないとなると、果実の需要を左右し価格に影響する可能性もあるとしています。で、リンゴの生産に適している温度というのは年平均で摂氏6度から14度と言われています。で、現在冷涼な気候の東北長野、この辺りが主産地です。で、30年後には現在の適地のおよそ3割が栽培不適となって、
23年のこの猛暑はそうした方向感が垣間見えたといいます。全国の平均気温平年を 1.29 度上回り、史上観測史上最高。リンゴというのが日焼けとか着色不良が相次いでしまったというんですね。気温が上がってで収穫量が減って、東京都中央卸売市場の卸値、前の年より3割から4割高い水準で推移しました。そういえばリンゴ高かったですからね。そうですね。でもこの気温が上がってるっていうのはやっぱりいろんなものに影響を与えてると思っていて、はい、僕釣り好きなんで、結構その漁船のオーナーにちょっと話をちょいちょい聞いてるんですけど、今年はやっぱ海の水温も高いって言ってて、なんか考えられないような魚が入ってきてるよとか、もう釣れないはずの魚釣れ始めてるよとか聞いてるんでね、そういう意味で今野菜と果物を触れましたけど、これ水産物にもいろんな影響出そうですね。急に取れなくなったりとか、逆になんか取れるようになったりとか、いろんなパターン今後出てきそうだなと思いましたね。そうか海もそうですよね。考えても水温で全然変わってるみたいですね。魚が変わるんですものね。はい、時刻7時42分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。森永さんは電車に乗るときたら一番前乗るとか一番後ろ乗るとか真ん中ぐらいに乗ろうとかいつも決まったところはありますか？いや、むしろ降りる駅に合わせてますかね、はい、この出口を使うって時に先頭が近いだったら先頭にしてますし、はい、真ん中ぐらいだったら真ん中みたいな感じで、はい、結構目的地とか乗り換えに合わせてますね、うん、そうですか。今ねだってスマートフォンかなんかでアプリ見ると、はい、そうなんですよ、ね、何号車に乗ると一番近いですよとかありますもんね。結構僕は事前に調べれるタイプなんで。おー、そうですか。それに合わせてますね、はい、私はあの時間があるときは結構先頭車両の一番前に乗って、あのなんか運転席のすぐ後ろが空いてればですね、そこに立つタイプなんですが、昨日午前 JR 山手線の電車が東京西日暮里駅でおよそ13メートルオーバーランしました。午前11時35分ごろ JR 山手線内回りの電車が西日暮里駅の停車位置をおよそ13メートル行き過ぎて停車。 JR 東日本によりますと電車およそ4分遅れで運転再開し、西日暮里駅で乗り降りする利用客への影響はなかったといいます。電車の乗客およそ800人に怪我はありませんでした。乗客、電車を待ってる人ってのはどんな気持ちでいたかですね。なんかこのオーバーランってね、僕も一回なんか乗った電車が、はい、まあ、そんなになんか大げさな話じゃなかったけど少し乗車位置を超えたから戻りますみたいな感じで、はい、その時はすぐ終わりましたけどね。そうですか。今ねその例えば13メートルわーって行っちゃったって言っても、まあ、原則、まあ、ちょっと駅によっては分かりませんがホームドアがついてると、まあそうですね、止まるもんだと思ってうわ危ねえっていうほどでもないかとは思うんですけどもね。でじゃあどうしてこうなったかというと、電車を運転していた40代の男性運転士、前の日午後4時半ごろから泊まり勤務に入っておよそ5時間の仮眠取った後、午前7時過ぎから運転の勤務についていまして、一時的に睡魔に襲われブレーキをかけるタイミングを逸してしまったと話しているといいます。JR 東日本、お客様に不安を与えることのないよう当該運転士や乗務員を指導しましたとしています。まあ、今山手線って大体、まあ、最新の列車というか、うん、あの急ブレーキかけたところで、昔はね急ブレーキ小さい頃ですよ、キキーとか言って、はいはい、うわもうレールとその、ね、車輪が悲鳴上げながら思いっきり止まってましたけど、うん、今はだからなんかこう車で例えると ABS でしたっけ、はいはい、なんかああいう感じでこうポンピングみたいな感じで、うん、比較的ソフトで止まっていく感じは自分はするんですけども ね、まあ、そうですよね。怖いですね、怖いですね、居眠りみたいなもんですからね。そうですね。いや、本当誰も亡くなったり怪我したりしなくて、まあ、よかただただ良かったなと思いますよね。そうですね、まあ、人手不足って言われてますから、ね、そのうちだから自動運転になるんですか、まあ、そうでしょうね、はい、もしくはねその制御をしきれなかった人がそしたらもう自動的に機械がなんてケースもあるかもしれないですね。8時です。